皆さん、こんにちは。1分レッサンにようこそ、ヴァネーサです。今日も私と一緒に新しい表現を学びましょう。今日は poser une colle という表現をご紹介します。 poser une colle poser une colle poser une colle une colle はくっつけるためののりという意味で、のりを置くという意味でフランス人はよく使いますよ。さあ、のりを置くはどういう時に使うんでしょうか。実は、ポーゼーヌコールは難しい質問を出すという意味です。答えにくい質問をされた時に、フランス人はこう言います。Ah, tu me poses une colle! ネバネバ、張り付くような難しい質問をするという感じですね。Vous me posez une colle. Tu me poses une colle. Je me pose une colle. いかがでしたか？よく覚えてくださいね。それではまたね。ありがとう。